Damn, he's confirming it. There's always secret Chinese and secret Koreans everywhere, dude. Japan, a nation of secret Chinese and secret Koreans. Yakuza, the video game, was so normal and so real. I'm saying it. Yakuza turned past their rates 10 Yakuza scenes in movies and TV. How real is it? ヤクザはね、お風呂大好きなの。銭湯大好き。私も大好き。刑務所の中ではほら、15分しか入れないでしょ。私は新藤達也です。現在、牧師をしておりますが、過去に15年間、ヤクザを。You know too much samurai? We're gonna have to send our men after you. Keep your eyes peeled. Okay, dude. 前科は7班あって、3回刑務所に入っています。現在は刑務所から出てきた人たちをサポートしたりしております。今日はテレビや映画を見て、その映像のヤクザがどれだけリアルなのかを評価したいと思います。田中直哉は胸に一物終わりのご様子。ヤクザみたいな女の人はたくさんいますけど、ヤクザのメンバーシップのその名簿に乗ってる人は私は見たことないんだけど、今日ここで起きしまって間違いないことだよ。石井の姉さん、アイノクがチャイニーズとアイノクアメリカ人リーダー、ヤクザになるために日本人である必要は全くありません。Damn, he's confirming it. It's Jover. He's confirming it. There's always secret Chinese and secret Koreans everywhere, dude.Japan, a nation of secret Chinese and secret Koreans. Yakuza, the video game, was so normal and so real. Yakuza っていうのは、国籍とか肌の色関係ないんですよ。これは抑圧されて社会で、日本社会で抑圧されて、弾き出されるような人たちが、ヤクザの世界で生きてきたっていう、そのバックグラウンドがあるんです。なので、中国人だろうが何人だろうが、関係ありません。この映画の最大の間違いは、幹部会でこの会議してる、ね、中で殺すってことはまずないで、しかも自分の組打ちの中で、もちろん内輪の喧嘩がありますよ。どんどんバンバンのその内輪もめの抗争事件ありますけれども、I seem to remember watching this video and someone saying that shirt he's wearing is like 2K. It's incredible. Is that Visbim or some shit? I don't know. この場でこういうことはね、5ですね。Jared Leto would never be welcomed in the Yakuza, okay? That part I don't agree with. 指詰めの文化のことについて、指爪っていうのは、私の指を見てください。爪がないです。私も指爪してます。Bro, we get it. What? Why did he put it next to his other finger? Like, I believe you, dog. It looks like your finger was chopped off. He's like, look, see? It's shorter. It's like, yeah, no, I can tell, man. 支払う。償うってことです。代償です。だから、この例えば借金返済ができないときに指で借金返済します。あるいはごめんなさい、謝るときに指を詰めます。それが一番大きな使い方です。指の詰め方が違うんですよ。こうやってやってたでしょ。本当はこうだから。手のひらを上にして、ここじゃないのよ。ここから。一関節から。いきなりこう言ってるでしょ。ここからだから。でも僕はね、あんなかっこよくこうやってない。Well, I think it's so that you can still probably hold a gun or hold like knives and shit, right? 私の場合はね、のみとトンカチ。おおにしてこう。自分でやるときは、足で踏むの。足でバンって踏むの。刀をパチンって。ヤクザ、指詰めをするのは、現在はヤクザだけですよ。現実に即しています。8。このリアリティは8です。てめえなぜこんなことをする。
たちは君に何もしてねえだろ。今日の話。That's Toriyama. What's his name? Toriyama? Shogun. まあまあ見え、あのこの映画の真田広之っていうあの俳優さんですけど、トラガナ。なかなか。トラナガ。カモシダナ。僕側は No。ヤクザが弱々しく見えたらあの飯食えないんですよ。だから強がってないとおいけない生き物。He literally casts in any Western media with Japanese people. He's hot. そうヤクザはパッと見てわかります。目がね違うんですよ。やっぱ鋭いし、あのね醸し出すんですよね雰囲気をこの全体で醸し出す。なんだ。ということで、私の組いた組の人は実際にああいう刀で人を殺している人もいます。もちろんでも、ね、ああい う刀同士の切り合いっていうのはありません。ほぼありません。 Dude, don't, come on, come on, come on. Don't ruin it. Don't ruin it. Just, it's fine. Act like they still do straight up battles like that. Come on. 今は拳銃です。この映像のリアリティはゼロです。あんた昔言ったよな、男を磨くのが極道だって。なのにしゃぶって密漁して。ヤクザの組織のドラッグの販売は建前上はダメですよ。でも目をつぶってます。ヤクザが麻薬を使用するっていうことは基本的には許されていません。これも建前です。覚醒剤の商売人をしていましたが、自分で覚醒剤に溺れて、そして、覚醒剤でヤクザができなくなりました。その法規制、アパート借りられない、銀行口座作れない。じゃあどうすればよかったんだよ。島取られちまうしよ、みんなやめてくしよ、親父があんなだしよ。何も知らねえで懲役ってたおめえが説教されてるじゃねえか。今現代のねヤクザがもうね、ヤクザの時代終わりますから。でもう本気で国がヤクザをなくそうって本腰を入れた時代です。このヤクザが人間として生きていく術を全部取られてるんです。 That's why when you leave the Yakuza, when your clan is disbanded, you have to go find a dude with a funny haircut, with a funky hairdo that will work tirelessly to ensure that you have gainful employment in spite of the five year ban that you have from normal public life. ですね。で、ヤクザがもうできない、ローンは組めない、アパートも借りられないんですよ。だからもっともっと。But then, yeah, sometimes you lose your job because of a f***ing VTuber who makes a hit piece on you because that VTuber is collaborating with another clan that is actually sucking up the rest of the clans that had disbanded. It's really f***ed up. もっとそのアンダーグラウンドな麻薬とか。そういう密売とか、そういうアンダーグラウンドにどんどん走っていく。そんなの分かっててヤクザになる人います？いないですよね。俺もすいませんでした。綺麗事じゃ飯食えねえんだ。ヤクザがヤクザを辞める、これは非常に難しいことです。もともと入った時に辞めないよっていう意識で入るわけで、ですからよっぽどのことがない限りは自分から辞めるっていうことが言えない世界です。私自身はクビになった。Bro, they never fire motherfuckers in Japan. This guy found a way to get himself fired from the Yakuza. それは覚醒剤にやりすぎ。How much meth was he taking? そう、33歳の時、最後の刑務所を出ました。3回目の服役です。その服役の時代に聖書を読んでクリスチャンになりました。Dude, Christianity cooks everything, dude. Look at this guy. He was so cool. 教会に住み込んで助けてもらって、Boo. そして今があります。Boo. L. L.
まあ、悩むとこだったけど、なんうん。あ、ヤクザはね、お風呂大好きなの。銭湯大好き、私も大好き。刑務所の中ではほら、あの15分しか入れないでしょ。だからね、お風呂ゆっくり入りたいの。お風呂屋さんにも見えない。下着はつけませんから、絶対に。ありえ、あの刀を浴室に持っていくことがありえません。すぐダメになってしまいます。もちろん日本の法律っていうのは、刃渡りといって刃が決まってるんです。刃の長さは決まってて、これ以上の刃を持ってたらもうすぐ逮捕されるんです。だからあのむやみに持って歩けないです。 Damn bro, they even got knife control out there, brother. This is not a free land, I'll tell you that much. これはもうむちゃくちゃな映画です、この映画の。 No, you fool. The mad dog of Shimano does not have a blade that's smaller than 6 inches. Are you crazy? He absolutely has a what is it called? It's a smaller katana. It's not a katana. Smaller than 6. Yeah, he's a tanto. He runs around with a tanto. Come on. Reality. 10段階評価 -5. You must know that even if you kill me, talk to these fucking gaijin. Yeah, dude. Y'all a bunch of silly ass gaijin, dude. You don't understand our culture. It's fine. Yakuza will never forgive this debt of honor. ギリの世界わかるかな。ちょっと英語ではねこれ通訳難しいと思うで。You will never understand our ways, dude. 恩義、必ず返さなければならない借りのことです。ギリっていうあのカテゴリーがすごいね。でも難しいね。義理の文化っていうのかな。ヤクザは義理の世界、義理っていう世界なんですよ。I know the Yakuza will hunt us down forever, but I bet you can forgive the debt of honor, right? Only if blood has been shed. ヤクザが流血沙汰抜きに義理を返すこと、それはね、ことと場合によります。ケースバイケース。お金で解決することの方が多いと思います。My men must think this was my decision, that you somehow sweetened the deal. そういうものを密輸するための国際的な活躍はあるかもしれませんけど、海外に行ってどうのこうのってのはあまり、いないと思います。はい。国際的に活躍するっていうのは密輸のことです。密輸する、ね、拳銃、武器。あるいは覚醒剤、麻薬、この今のリアリティは5。有田、ポンはやめ言うとるが危険のか。日本人はもうずっと昔からあのこの映画自体はもう戦争終結、第二次世界大戦、1945年から50年ぐらいまでの話でしょ。この時代から現在に至るまで日本人の主流のドラッグは覚醒剤です。この映画は基本的にあの実在したヤクザのヒストリーなんですね。え、私も子供の頃見てヤクザになったんですよ。 The fuck? この映画を見て No way! でヤクザをやらなければ、ヤクザをやんなければよかったなと後悔すること。Yeah, there are very strict laws about amphetamines in general, you, like Adderall and shit. Remember, like Simone Biles? This guy literally joined the Yakuza because of a movie. Patrick bet David on top. He's right, dude. A movie can make you gay. Are you gay? もちろん。MC に行くこともなかった。Just like a movie can make you Yakuza. 妻と離婚することもなかったし、子供が不幸になることもなかったし、だけども、キリストと出会うことで、神と出会うことで、
Alright, bro. We get it. Christ save you and made you like way less cool, even though you're still kind of cool because of your Yakuza past. ヤクザの内部抗争で一番多いのは後目争いなんです。ヤクザがヤクザ同士組同士で争うことは日常茶飯事です。自分の縄張りを確保するっていうことは大事なことなんですね、はい、時代背景を考えればこのリアリティは Yeah, bro is biased. He's like, of course he's gonna give it a 9 out of 10. He literally became Yakuza because of the movie.毛布干させてくんねえかな。シャバのいい儲け話聞かせてやっからよ。刑務官を買収してやったとは私は思えないんです。この映画ってこの映画っていうのは石川力夫っていう実在したヤクザの映画なんです。でこの人は本当に府中刑務所で自殺するんです。飛び降りて刑務所の中はヤクザはそうですね、3分の1ぐらいですかね。ただ刑務所に対する社会のニーズ、それは犯人が真っ当になるっていうことじゃない、更生するってことじゃん。その更生のために私は働いてるのね。するには私もその一人だし、ヤクザでね、今冷蔵庫だけに恋文もないし入れ墨も入ってるし、こんな人間がやっぱりまともになっていくね、このことを通してやっぱり日本を良くしていきたいと私は本気で思ってるのね。自分を助けられたから、うん、リアリティは6。 Bro, I bet this guy would be doing far better in the El Salvadoran prison system, okay? Just saying. Talking about rehabilitation. 入れ墨の方の入場は禁止になってます。わしは龍神会の垣沼や。よし、と前で恥かかせてくれたな。この落とし前きっちりつけてもらうまでや。入れ墨が入ってるとプールは使用できないんです、この活動範囲を狭めてしまいます。そして日本っていうのはやっぱりタトゥーは入れ墨イコールやっぱり犯罪者っていうそのイメージがつきまとってしまうので、なぜかというと江戸時代は犯罪者に入れ墨を施してたんです。この人は前科があるよって入れ墨をここに入れてたんですね。だから入れ墨イコール犯罪者っていうのが日本人の DNA にこの頭のこの中に入ってるんですよね。日本で入れ墨入れてる入れ墨はもちろんヤクザじゃない人もたくさん入れてます。うわ立派なもんもんね。私も今までずいぶん掘り物見たけど、こんな立派な唐獅子ボタン初めて見たわ。組のダイモンって言ってエンブレムをこう胸とかに入れるその文化がありますから、この入れ墨見て、この人はどこそこの組だなと分かる人もいます。私の入れ墨っていうのはヤクザの中でもね、本当しょぼいのよ。もう本当ちょっとしか入ってないで、痛いの嫌いで私途中でやめたんですよ。だから人に見せるもんじゃないんだけども、あえてこう見せなきゃいけないのは、そのこんなやつでも人生やり直せるんだっていう意味でこの入れ墨を出すことが多いんですね。でも決して見せたくはない。私の風神と雷神という神様が入ってます。で、私の名前がタツヤドラゴンなので、ドラゴンがちょっと入ってます。私も実はここにボスの名前が入ってますけど、ここで見て、この人が呼ぶんだなというのは分かることがあります。今の映画のリアリティは2です。入れ墨を見せて、そしてそのことでこうお風呂にプールに入りませんよって言って、今時ごねる人がいません。
そういうことしたら恥ずかしいですよね。どうせ警察呼ばれて追い出されるのに、そんなこと言いません。日本のヤクザはバン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 打ち合うような、そのこう打ち合うそういうバイオレンスがしょっちゅうあるわけじゃない。打ち合うっていうことはたまに昔あったかもしれませんが、そんなにひどいもんじゃなくて、治安がいいですから、襲撃する方が一方的にバババッと襲撃して逃げる、その工藤会じゃないけど、基本的にヤクザは一般人をターゲットにしません。拳銃を扱うシーンが少ないっていうのは、現実問題そのヤクザが拳銃を使うのは抗争事件の時だけだからだと思います。しょっちゅうしょっちゅう拳銃ぶっ放すということはありませんから。このような公共の場でなるってことも実際ありました。このシーンのリアリティは3。I say, I shouldn't talk shit about this guy. Maybe I'll link up with him when I go to Japan. This is why I love it here in Japan. No guns. Yeah, it's pretty sick.